皆さん、今日はね、分厚い壁を突破する方法を教えますということなんですけども、トピックのね、5、6級で分厚い壁があるんですね。普通、これなかなか乗り越えられない。まあ、2、3年かかったり、4、5年かかったりっていう、そんな感じなんですけども、まあ、トピックのね、3、4級の方にも参考になる、そんな内容だと思います。聞いてください。韓国のニュースを聞くっていうのが、 有料版のメールマガジンですね。まあ、ミレマガって呼んでるんですけども、ミレマガ有料版の土曜日に、有料版だけの方に、えー、公開している、韓国のニュースを聞くというね、そういう動画があるんですね。韓国のニュースの冒頭部分と、レポーターのちょっとした部分ね、それを2、30秒ぐらいのそんな部分なんですけども、それを4色ボールペンディクテーションをするんですね。土曜ごとに 取ってきましたちょっと厳選して20本まとめて、えー、セットで皆さんに提供しようと思うこれは何がいいかっていうとね、手加減しない教材っていうことね、何かこう、リライトされたものではなくて、今の韓国を知る普通のニュース、えー、それを、えー、しっかりと聞き取って、そして書き取って、で、その都度確認すると。えー、それね、動画で見るから、リアルタイムでそれができるっていうのがいいんですね。ちょっとサンプル、こんな感じなんですね、どうぞ。 えー、石炭とまあ石油をやめて温室ガス、温室ガスまあ二酸化炭素のことですね。熱ップこれを吐き出す。発電、ここは濃農化します。発電の代わりに。はい次行きましょう。黒。新再生エナジーを差し詰め換えるための大きな流れにあ で難しく感じたかもしれませんけども、今のはちょっと私が解説して、で、次の一節に移りますと。で、一回聞いてもらって、次、緑、緑で書き取る。で、その次は青で書き取って、そして赤で書き取って、はい、答え合わせと言って、ピュッとかのパワーポイント出てくるんですね。で、それを私が読んで解説していく。これはどんな意味ここは、例えばヨンカですねっていうふうなことを言いながら、まあ、一文というか、一節ずつ確認して、 その都度しっかり聞き取って、そして動画の指示に従って、そのまま流しっぱなしで一緒にこう勉強していけるんですねで。すぐにその場で分からないところの解説がある。だからね、まあ、楽しいんだと思いますねで。リズミカルにどんどん進んで、あのパワーポイントのあの画面の一番下までいきます。まあ、その分量感。でその分量の今度、意味、全体の和訳を確認して、そして 一緒にシャドーイングしていくっていくうそんんなな構成なんですね一番長い動画で、ね、20分、短いもので15分ぐらい、それが20本ありますので、それがいっぺんに皆さん見ていただけます。1週間に1回とかじゃなくてね。だからタイトルを見て、え見たいものからチョイスしてクリックすれば、それで見れます。 一本の動画につき、ミレではまあ50回音読って奨励してますけども、まあ、50回ぐらい読めばね、そこに出てくる単語や言い回しは、ほぼほぼ覚える。そしてニュースのナチュラルスピードにも慣れていくっていう、そういうね、動画に従って学習が進んで、動画の指示通りにやっていけばいいんですね。そしてその場で解説がある。そして今の韓国がよくわかる。話題がね、あちこちに飛びますから楽しいですよ。で、今の韓国のいろんな社会問題が、 手に取るようにというか、まさに生でわかりますので、数年前のね、印刷されたそういう教材ではないんですね。2021年の1月から集めたニュースですので、新鮮な教材だと思ってください。まあ、ミレではこういうニュース、あるいは新聞を中心にした通訳・翻訳演習という授業も実施しています。まあ、それのやり方を 動画上で再現したっていうのがこの動画シリーズなんですけども、こういうのやってるとね、本当に力がつく。聞き取れなくてもね、だんだんね、へっちゃらになってくるんです。最初はね、がっくりきたりする方もいるんですけども、もう聞き取れないのが普通、聞き取れなくても、一つでもとにかくね、書き取っていく、そして答え合わせしたときに、ストンと入ってくるんですね。聞き取れなかった体験が、その自分の吸収力に直結しますので、そしてその後すぐに繰り返し練習する。 手加減せずに練習する間髪入れずに練習するそうするとね、音から入ったものそしてわからなくてちょっと悔しい思いをした単語っていうのはね本当にね、吸収が早いんですよで、あとは繰り返し音読をするこれの積み重ねでね力がつかない人はいないで、これを繰り返しているうちにトピックの五六級のね最後の方の聞き取りの問題なんかも優しく聞こえてしまう ニュースはスピード感がありますし、難しいんですけども、気持ちが、ね、折れてしまわないだけの魅力があるし、短く区切りながら聞き取りをやっていく、テンポ感とかね、そういうこともあって、一緒にこう動画を見ながら進めていく魅力がありますね。これ、20本一緒にやると皆さん、ちょっと韓国のニュースを実際に自分一人で聞いてみようかなという気になるのではないでしょうか。 ニュースにまだ慣れていないという方、そして今後どんどん上に伸びていきたいという方、この20本のニュースに挑戦してみませんか楽しいですよあの。苦しいんじゃなくてねあの、聞き取れなくても楽しいと思う。で、それをやってるうちに、少しずつ拾える量が増えていくというのを実感できると思いますので、え皆さんに新しい教材え、動画に従ってやっていくという、この新しい勉強法を皆さんにぜひ体験していただきたいと思います。 動画の視聴に期限はありません。何回でも繰り返し見ていただけます。一緒に楽しく力をつけていきましょう。今の韓国を肌で感じて、そして好きになって、そしてのめり込んでる、画面のあるいはアナウンサーの声の向こうから聞こえてくる、普通の人のね、ちょっとした物音、風の音にもね、私たちは耳をそば立てて、しっかりとね、キャッチしたいなと思います。一緒に楽しく勉強していきましょう。